アルファイリスト、フィフリストは、10世紀バグダードの書籍小異分ナディームがアラビア語で表した図書目録である。当時のバグダードに存在した書籍の題名を網羅的に記録している。フィフリストはその後に失われてしまった書籍の情報も含み、それには、白学な著者による客観的で幅の広い視野からのコメントも付されているので、歴史学、言語学、 宗教学、文献学など多くの分野にとって貴重な情報源となっている。フィフリストの著者は10世紀のバグダードで親の代からワンラークを営んでいたイブンナディームという人物である。著者の人物像についてそれ以上のことはほとんど何もわかっていない。当時の書籍は客の注文を受けて筆者職人が写本を複製し細密画職人が 写本に装飾を施して制作するものである。ワラークは、大勢の職人を抱える工房でもあった。もっとも、このような10世紀の装飾写本作りの実態は、フィフリストの序文で、イブナディームが、書籍の制作方法、買い入れ方法から、アラビア文字の正確な書き方、紙の品質の違い、足ペンといった文房具に至るまで、詳しく解説しているからこそ、 ある程度具体的に推定可能になっているとも言える。イブン・ナディームは書籍の消費者の立場に立った買い入れ指南をしている。筆者職人には字の巧みなものを選ぶべし、また、写し元の書籍のページ数と大きさを書き留めておくべし、という。二つ目のアドバイスは、不誠実な筆者職人が故意に楽調のある写本を納品したとしても騙されないようにするためである。ところで、 フィフリストの書籍の紹介にも、署名だけでなく、ページ数と大きさが記されていることがよくある。こうしたことから、イブン・ナディームのワンラークとしての、写本制作の工程管理上の習慣が、フィフリストの執筆に結びついたと推定されている。本書の署名は、アラビア語で、キーターブ・アル・ファイリストという。生息アラビア語風に金表記すると、キーターブ・アル・フィフリストあるいは、 キタブイコールルイコールフィフリストなどになる。本を意味するアラビア語、キタブに続くは、アラビア語の定冠詞が付加されているが、ペルシア語で一覧を意味する言葉である。現代口語でも、フェフリストと読んで日常的に使われる単語である。しかし、アラビア語で書かれた書籍の題名としては、風変わりであることから、著者イブンナディームには、ペルシア人説が根強くある。なお、 フィフリストに、諸学のオフ化する署名のバリエーションもある。ペルシア語の言語史上、フィフリストが書かれた時代は、現代のペルシア語に直結する、新ペルシア語あるいは近代ペルシア語が誕生した時代にあたる。この頃、サーサーアンアセが滅びて、アラビア語から大量の語彙が入るとともに、アラビア文字による表記が始まった。当時の発音を再建する研究によれば、の発音は、 ペリスト、フェリスト、フェアス、ホラサットであった可能性がある。日本語の文献における本書の題名は、シンペルシア語風にかな表記した、フィフリストとされる場合が、比較的多い。口じするように、本書は、グノーシス主義研究に、不可欠な資料になっているが、当該分野の研究者が執筆した文献では、たまに、フィーリストと書かれていることがある。題名が翻訳される場合、 目録の書、学術書目録、目録といった役代例がある。フィフリスとは当時のバグダードに存在したほぼすべての書籍の目録である。存在確認の方法は、著者自身が直接書籍を手に取って存在を確認したほか、彼が信頼に値すると認めた人物に存在を確認してもらったケースもある。フィフリスとは下記の全重症からなる。 伝従症の配列はそのまま、当時のイスラーム世界の学術の体系を反映していると指摘されている。経典文法と語源歴史家、経府学者別の著作、その他類似の学問に関する書籍、史論に関する文献と詩人別の詩集紹介、進学と進学上の文化に関する文献、法学と伝承に関する文献、権威ある法学者の著作、哲学、 古代の精密科学、医学に関する書籍。伝説、偶話、魔術など、筆神教に関する書籍。サービア教、マニ教、マズダク教、その他の二元論教、インドや中国の信仰について、錬金術に関する書籍。現代に伝わった写本には完全版と短縮版の二種類の系統があり、完全版は上記のように全獣章であるが、短縮版は、 後半の4章と第1章の序文を収録する。なお、イブナディームは、この目録を一人で何もないところから作り上げたのではなく、一部には先行研究をほとんど、そのまま取り入れている。少なくとも、ジャービル・ビン・ハイアーンの辞書目録や、ヤフヤー・ビン・アディによるアリストテレス著作目録、ムハンマド・ビン・ザカリー・ヤーラーズイの辞書目録、 フナイン・ビー・イス・ハークがワレノスを翻訳した際に、作成した目録が取り込まれていることが判明している。フィフリスト以後の電気作家、例えば、ヤークート、キフティー、イブン・アビー・ウサイビア、イブン・ハッリカーン、クトゥビー、ハーチー・ハリーファといった学者は、皆、フィフリストに、記載の情報に大きく依存した。ヤークートは、本書の普及に貢献したワズイル。 アブルカーシム・マグリビーの写本のみならず、著者イブン・ナディーム自身が書いたオリジナルも所有していた。なお、本書中の西暦990年以後の記述は、マグリビーが書き込んだものと考えて、おそらく間違いはない。フィフリストに関する近代的な研究は、グスタフ・フリューゲルらによる翻訳の刊行が行使となった。そのすぐ後に、イージー・ブラウンによりフリューゲル翻訳の検証が行われた。 フィフリストは古代イラン語、先イスラーム時代のイラン研究にとって貴重な情報を多く含む。フィフリストには、サーサーン・朝以前のペルシア語の文献の署名が膨大な量記録されているが、そのうち減電した文献はごくわずかである。詩人列伝の章では、イブン・ムカフファーやバーン・ラーヒキーがペルシア語やインドの言葉からアラビア語に翻訳した文献のリストがある。 また、言語と文字の章には、パフラビー文字、マニキョ文字、ソグド文字が表になって示されているが、何度も筆者が繰り返されるうちに、現付けするフィフリストでは、文字が潰れて、判読不能になっている。フィフリストは、マニキョ研究やグノーシス主義研究にとっても一級の資料である。特に第9章を中心に、預言者、マーニーの生涯や、宇宙観、 弟子たちの教説が紹介されている。グノーシス主義については、キリスト共生党主義の立場から記述された中世の反爆文書、例えば4世紀ヘゲモニウスの偏見に満ちたアクター・アーキライといった資料があったが、フィフリストは記述の客観性と体系的まとまり、他の資料にはない情報を含む点で重視されている。イブンのームは、 ブワイフ家のいつった裏がバグダードを治めていた頃は、バグダードに300人のマニキュートがいたと書いている。アラビア語文学やペルシャ文学の資料となる情報も書かれている。フィフリストが作られた時代には夜、物語と呼ばれる書籍が流通しており、ペルシャ語からアラビア語に翻訳された作品も多かった。サマルの内容には、インド起源の物語である、カリーラとディムナや、 シンドバーズの書、ジャーヒリーア時代の男女の恋愛や、精霊と人間の恋愛などがあった。イブンのデームは、最初の夜物語にあたるのは、ハザール・アフサーンだと述べており、現在の、千代人よ物語の原型にあたる書籍が、当時すでに存在していたことがわかる。ありがとうございます。